調子が、峰は、岐阜県郡上市と高山市にまたがる、標高1810メートルの山。両城山地に属し、属岐阜百山に選定されている。山頂の山東三角点と北側の、展望九頭竜川水系の糸城川の源流部に位置し、山域は白山国立公園内にある。郡上市の最高峰であり、旧白鳥町の北西端に位置する。 約500万から80万年前に活動していた、崩ず流火山列を構成する一つであり、安山岩室の溶岩からなる。山頂の3 1キロメートル南には、国の特別天然記念物に指定されている、樹齢約1800年の糸白大杉がある。832年に、美濃から白山へ倒廃するための美濃禅城道が、開設され、その道路上にある。 三つの禅城堂の内太平洋側の東廃者が、身の禅城道を利用し、古文書で、上り千人折り千人との記載があり、白山信仰が盛んだった当時にぎわっていた。山頂の南南東 0.5km には、大長の母ゆかりの母お石があり、現在神派との宮避難小屋がある位置には、東廃者のための神場との宿と呼ばれる宿泊施設があった。 山頂部は熊笹に覆われていて、七か窓などが点在し、山腹にはブナや水ナラなどの落葉紅葉樹林が多い。山頂には天明、長子盆の山東三角点と天望図の石柱が設置され、周辺の両城山地、北アルプス、御嶽山などを望むことができる。糸城大杉古くから、美濃禅城堂が白山の東廃者に利用されていた。 美ノババの長崎白山神社を起点とし、白山中井神社と糸城大杉を経由していた。糸城大杉から調子が峰へ至るルートは、現在の登山道と一致している。糸城大杉の下の登山口からの白山に至る、美濃前上道のルートにある。この糸城登山口からのルートは、岐阜県による岐阜県産のグレーディングで、技術的難易度がランク A、体力度が3、 一から十とされている。登山口は、郡上市により、休憩所、駐車場、トイレが整備されている。糸代大杉と神場との宮避難小屋の間には、女人近世の白山に登ろうとした、大長の母を神様が叱ったと伝えられる、おたけり坂があり、その坂の上部に、大長が刺した杖が根づいたと伝えられる、カムロ杉と大長の母が甘宿りしたと伝えられる、岩屋がある。 糸都城大杉付近には、熊清水と呼ばれる湧水がある。その登山道の経路は以下である。残雪期に、野伏せりが竹や大日が竹から稜線を経て、山スキーを利用して登られることもある。登山道の下部は、タムシバ、ブナ、水柄など、落葉紅葉樹林である。登山道では、赤物、大薪すみれ、五前立花、小薪系草、少女バカマ、参加葉、 ツバメをもと、日光キスゲ、白山チド鳥などの花が見られる。上部の稜線では、草笹の笹原に七か窓などが点在する。糸白大杉のすぐ北側の登山道には、外来植物侵入防止のための除去マットが敷かれている。2011年夏には、ボランティアの人々により神場との宮避難小屋周辺に侵入し生育していた大箱などの除去作業が行われた。 付近には、友人の山小屋及びキャンプ指定地はなく、指定地以外での野営は禁じられている。要所には、以下の避難、最寄りの山小屋は、三甲公務店により、新しく建て替えられた、ログハウス風の神場との宮避難小屋である。小屋の近くに神場との宮の祠があり、東に70メートルほど下ると、水場がある。豪雪地帯のため、 岩尾陶器には雪にうずもれて利用できない場合がある。信瀬里が竹から望む調子が、峰から一の峰、二の盆、三の峰、別山へと伸びる両白山地の主猟線調子が、峰から信瀬里が竹へと伸びる、両線、三域は、ブナなどの紅葉樹林と熊笹などが分布する。円形は、伊吹山、農業白山、荒島岳など。 両城山地の主猟線の一の峰の南に位置し、山頂のすぐ北側が野伏が竹及び大日が竹へ伸びる尾根の分岐点となっている。糸城川源流部にある大滝一家の源流となる河川は日本海へ流れる。糸城大杉下の登山口付近には公共交通機関はない。山頂は見晴らしが良く360度の展望が得られる。ありがとうございます。